ケティオサウリスクスは、流脚類恐竜の属である。おそらくディプロドクスに近縁なディプロドクス科の恐竜で、ジュラキ中期カロビアンに、現在のイングランドに生息していた。四足歩行の装飾恐竜であった。ケティオサウリスクスは、はじめ、1927年に、ドイツの古生物学者、フリードリヒ・ホン・ヒューネにより、シーティアソリスカスリードシー種の属名として命名された。 1887年、ジョン・ハルクは、リーズコレクションの一連の化石標本、BMNHR1984 から1988に基づき、オルニトプシス族の種オーナサプシスリーザイを、命名、記載した。ハリー・シーリーの指摘を受けて、1905年に、アーサー・スミス・ウッドワードは、この種を、ケティオサウルス族の種シーティアソリスリードシーと、改名した。 さらにウッドワードはリーズコレクションから第2の標本 BMNHR3078 を発見している。1929年、フォンヒューネにより、両標本はシーティアソリスカスリードシートされた。フォンヒューネはまた、1929年にスイスで発見された種シーティアソリスグレピーニーをシーティアソリスカスグレピーニーへと改名した。 1980年、アラン・ジャック・チャーリング・イエ n は、BMNHR3078 には、BMNHR1984 から1988と比較できる骨がなく、同じ種とすることはできないと結論し、新種シーティアソリスカス・ストアーティを作った。種商名は、化石に発見地である、粘土採掘場の所有者、ロンドンブリックカンパニーの社長であった。 ロナルド・スチュアート教に、懸命されたものである。チャーリンクはさらに C ・リード・シー及び C ・グレピーニーを疑問名としている。1990年、ジョン・スタントン・マッキントッシュは2種のケティオサウルス属の、パネオ・ノーのシーティアソリスカス・ロー・オンガス及び、シーティアソリスカス・グリンプトネンシスへと改名した。1993年チャーリンクにより、C ・リード・シーに変えて、 シーストアーティをタイプ種とする申請を動物命名報告最新議会に対し行った際、シーローガス、シーグリンプトネンシスは両種とも疑問名とされた。1995年、すでにシーストアーティ種のタイプ標本とされていた BMNHR3078 がケティオサウリスクス属のタイプ標本に指定された。標本 BMNHR3078 は、 ケンブリッジシャーシューピーターバラのオックスフォードクレール遺草で発見された。活石は下半身の一連の椎骨で構成される。この標本の他にシースとアーキものとされる前足を含む標本がある。体高6メートル、体長15メートル、体重約9トンと推定されている。同じ地層から発見されるメガロサウルスやエウストリプトスポンリルスに捕食されていた可能性がある。 フォンヒューネははじめケティオサウリスクスをケティオサウルス科のカルディオドン赤に分類した。1978年、マッキントッシュは、オシーにある二股のチミチユミ、短い前足、第一、中足骨の下場の平板状の隆起に基づいて、ディプロドクス科に属していると結論した。ディプロドクス科ではなく同じく二股のチミチユミを持つ、マメンチサウルス科に属しているとする研究者もいる。 ありがとうございます。